スプリンクラーの破壊力を見てください。いきますよ、皆さん。よいしょ。これ見といてな、よく見といてくださいよ。この圧倒的キルの速さですよ。インフィニティや。どうも、チャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、今回はね、ステージを散歩で楽しもうということで、新ステージのね、スメーシーワールドをね、うろちょろうろちょろしていきたいと思います。ということで、早速散歩で楽しんでいきましょう。レギュラーマッチ入りかけた。ちょっと危なかったですね。ということでね、まったり行きましょう。さあ、スメーシーワールドも遊園地やからね、遊園地で遊びに来たアトラクションで遊んでるかのような気持ちでね、皆さん見てください。ということでやっていきましょう。はいはいはい、海の上に浮かんでるんですね。めちゃくちゃ海綺麗やね。これシンプルに海綺麗。誰が見ても海綺麗ですね、ということがありまして。これがまあ、ここのあれじゃないの、なんかメインのマスコットキャラクターじゃん。リトルマーメイドに出てきそうなセバスチャンみたいなカニなんですね。めちゃくちゃカニやんみたいなデュアルスイーパーが合いそうなステージですね、ということで。はいはい、クラゲ見ていきましょうか。あそこに売店とかがあって、あれがまあ遊園地の乗り物ですね。軽くクラッシュブラスターに見えたみたいなところはありますね。なんかバズライトイヤーが乗ってそうです。乗ってません。はい、すいません。適当言うてますな、ということで。はい、安定のこれですね。誰かもようね、これ食べとるんですよ。このなんかラーメンのカスというか、唐揚げとかが入ってそうなね、容器をポイポイ捨ててありまして、自動販売機でこのムカつく顔のカニがおると。まあ、ムカつく言うてもええ顔してますけどね、ということで。あ、乗れんねや。自販機の上とか乗れるんですね。これはこれでおもろいやんけ、ということで、このスターの星ですね、星。人手かな？なんて書いてんやろ。僕は人手ですと、緑色ですと、キウイの味がしますと、あ、やっぱりキュウリです。食べないでねって言ってますね。まあ、適当言ってますね。はーい、ということで。まあ、えげつないこと言ってますけどね。まあ、うろちょろ見ていきたいと思いますよ。まあ、売店は見ましたし、こんなもんで、まあ、海であっちでちょっと建設途中みたいな。あれやな、まあ、海上集落みたいな感じやな。海上集落じゃ、噛んでもうたけど、それサーモンランやん、いうことありますけども、ここにコーンもあって、あそこに、だから全体的にキャラクターの顔が腹立つんですね、これ。あれは何や、イルカかカジキマグロかわからんけど、顔がやばいですよ。僕の顔見てムカついたと思った人、噛んでもうたけどな、っていうことですね。もうやめておきましょう、はい。で、アイスクリームの一番上の抹茶みたいな緑色のやつ見てください。あれ、顔ついてるんですよ。クラゲソフトクリーム3段とかかもしれませんね。なかなか美味しそうな感じです。ということで、ほら、ジェットコースターが、ほら、すごい、早い、早い、早い、クラゲがめっちゃ楽しんでる。早い、早い、ぐるるんぐるん、目回るで、いうことで、めちゃくちゃ楽しそうですね。あー、どっか行ったわ。すごいですね。やっぱアトラクションっていうだけあってね、ジェットコースター。やっぱ遊園地言うたらジェットコースターや、みたいなとこありますからね。これは必需品なんでしょう、ということで。あ、メリーゴーランドとか乗ってますね。イカと、なんか人魚が合体したみたいな椅子になってるね、これ。ええ感じの椅子やん、いうことあって、そこでクラゲの子が海を見て楽しんでらっしゃると。あ、これあれやんか、フリーフォールやったっけ、めちゃくちゃやばい。あ、クラゲの顔が伸びたりしてる。ほら、見てください、見えるかな、伸びたりしてるんですよ。あ、止まったわ。あー、休憩や。皆さん見てくださいね。落ちてる時、クラゲのね、真ん中のクラゲの顔伸びとったから。いや、ほんま、ワンピースのルフィかっていうぐらい伸びてましたからね。で、ここにお水があって、まあ、これはあれ、マップやな。なんか、写真とマークとか、階段、コーヒー、トイレとか、エレベーターなどなどがありますよ、というね、表示をやってくれてますと。で、こっち見ましょうか。これは、お寿司屋さんですね。なんて書いてるか、チャーハンって書いてそうですけど、まあ、寿司やけどな。寿司のマークやのにチャーハンってやばいやん、いうことありますけど、これなんか、バツって書いてるけど、タコバツって書いてんのか、イカバツって書いてんか分からんけど、水に落ちたらあかんねやろな。さあ、続きやっていきましょうか。あそこにね、観覧車があるっていうのもね、皆さんしっかり見ておいてください。でっかいでっかい観覧車やで、いうことで、まあ、ここ降りていきましょうか。これは、安定のモスバーガーか、マクドナルドか分からない謎のマークがあって、まあ、ここは広告かな、広告などなどがあってですね、まあ、ここにあれやんか、イカのマークやん、上乗ってもいいですよっていうマークかもしれません。これは、まあ、あれかな、転落防止かスリップ防止かな。これよくありますね、どこのステージでも。で、これ傘があって、電気ビリビリで滑ったあかんと。まあ、やっぱ遊園地、アトラクションですからね、そういう配慮もしてくれてるって素晴らしいコーナーですよね。噛んでるけど、これ、ちょうちんあんことクラゲやん。ええ顔してましたね。このゲージが何なんでしょうかね。いつもこのゲージであれかな、真ん中のなんかが変わったりするのかな。あ、あそこにあっちはイカのマーク、上に上がります、上に上がりますってなってますけども、この電源が切れたらなんかなるんですよ。なんかバツみたいななんかあったっけ、エネルギー切れただけかな。あっちのクラゲのマークがテカテカなるけど、あっちが変わってますね。なんか点滅してるだけなんかね、ちょっとよくわかんないけど、まあなんか点滅してるわってことですね。あ、ほら、真っ赤になった、ほら。あ、バツになった、ほら、なんか。まあなんかあるんでしょう。まあそこにジェットコースター走ってるってことで、皆さんまあ謎を解き明かしてくださいね。はい。で、さっきから気になってたんですけど、これ魚食べられて天使になってますよね、これね。
めちゃくちゃいい顔してるけどね。食べられまくっとるやん、いうことだって。あ、お寿司のグッズが売ってるんや。タツノオトシゴとか。あれ、なんか、なんだっけ、ケイティ・ベティ、ケイティ・ベティじゃん。なんか、ああいうキャラクターありますよね。こういう唇が赤くて、髪の毛チージーの女の人のキャラクターあるやん。海外っぽい。名前が忘れたけど、そういう感じやな。で、店員さんがおって、なんか、いろいろ売ってて、結構すごい、やっぱアトラクションの、そういうグッズも売ってんねん。これ、なんか、わさび巻きじゃん。リアクション芸人のあれやんか、鉄板のやつやんか、いうことありますけど、ここに足マグロがいますね。安定のみんな大好き、噛んでもんだけどな。みんな大好き、足マグロくんということがあって、これお寿司屋さんや、なんか鉄火巻きみたいなの食べてますね。マグロを食べてんのかっていうことありますけど、イカがチカ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 なってます。あ、なるほど、あ、これここが閉じるっていうわけか。なるほどね、ほんで真ん中が動き出すっていうことか。なんかコンピュータールームみたいな感じになってますね。じゃあここ軽く見て終わりましょうか。回ってるのがね、あの、接近してくるか危ないんですよ。こういうのちっちゃい子好きやな。めっちゃ手振っても。すごい楽しんでて、なんかこっちもね、なんか、なんやろ、なんか幸せな気分になりますね、これ。さすがテーマパークや、みたいな。もうテーマパーク最強さということ。あ、ここにもお寿司屋さんがあるやん。お寿司屋さんがあるんですね。ここにもお寿司屋って、ジャパンの心を忘れずにという、まあ、感じなんでしょう。で、ここスリップ注意で、真ん中見て今回終わりかな。はんはんはん。看板などなどがありますが、まあ、特にあんまり意味はないでしょう。真ん中で僕と一緒に喋ろうっていう感じかな。で、コーンがあって、まあ、お寿司マンがおって、この変な顔もよく見ますいうことで、こうスリップ注意があると。で、ここ、あ、ここもショップなんですね。へへへ。これ、まあ、とりあえず、まあ、わさび巻きを食べようと。わさび巻きやん。ほんで、卵、マグロで、わさびで、腹ツーン。皆さん、上見てください。この上にも、ほら、観客席みたいなのがあって、まあ、休憩コーナーみたいな感じで、クラゲが進んでるんでしょうね。安定のもクラゲやから、もうクラゲが降り放題やね。どこ見てもクラゲいますもんね。あ、これはなんか、波注意で、飛びを飛んでますよ、みたいな。まあ、波が強くなる時もあるので、気をつけてくださいと。まあ、あれですもんね。こんなん結構、こうね、荒れてる時とかだったら水が来そうやから、まあそれは注意してくださいねっていう、まあマーク的なもんなんでしょう。ということで、ここに飲みさしのドリンクやな。塗っときましょう、ピンクにね。桃のジュースみたいになりましたね。ゴミはゴミ箱へということで、じゃあ、まあだいぶ見たんかな。こっちら辺シューッと見て終わりにしてね、レギュラーマッチの方やっていきたいんですが、まあアンテナ足マグロくんにお辞儀しときましょう。こんにちはと。で、これ食べられたお魚さんでしょ。このお魚くんやな。食べられた骨天使お魚さんを見てですね、シュッて行って、ここはなんかあるのかな。まあそこは、ここよくメリーゴーランド見えますよ。ほらほら、なんか一貫もめみたいな感じのメリーゴーランドになってるんですよね。で、あそこにフリーフォールがあって、で、微妙にここでクラゲがウロウロしてるっちゅうわけなんですね。ほんでジャグリングおじさんが、ほらあれあれ、マンタマリアかどっかにもおったような気がしますね。くる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 見て、ギャラリーの人も楽しんでますということで、観覧車にね、地味にね、クラゲが乗ってるんでね、ここはまたあの、最初の小ネタのとこでね、ズームとかして、より詳しく見ると思うから、もう今回はもうズームなしでね、てか、まあ、いつも散歩はズームしてないけど、皆さん許してくださいね。自分の目で一回見てください。もうその、自分の目で見て楽しんでもらうという、そういう共有感をね、ぜひともね、見てほしいんですよ。実況を見て自分でもやる、そういうのをやってほしくて、こういう企画にしておりますということでね、ここにパンフレットがおってて、まあ、これ注意で、ジェットコースターファンキーファンキーになってて、ここにスメーシーワールド、あ、これスメーシーワールドって書いてますね、多分ね。スメーシーワールド、チャプーリコピンっていう感じなんでしょう。はい、すいません。ということで、まあ、こんなもんかな。結構、あ、これお寿司屋さんの鉄火巻きのマークが入ってまして、これもね、地味になんかパンかなんか、なんかのマーク、パンかな、なんかホットケーキみたいなマークがありますよ、ということで、うん。まあこんなもんかな。これまた寿司って書いてんね。酢飯って書いてんのか。酢飯ワールドやから、これ酢飯か。あ、絶対酢飯やんか。これチャーハンじゃねえじゃん。酢飯って書いてたんやっていうね、微妙な、なんか感動を得られましたということで、僕は見逃してましたよ、皆さん。レギュラーマッチに行こうと思ったら、ここでチケット売ってくれてるやん。手振ってくれて、ありがとうございます、ということでね、はい。ちゃんと手振ってくれてますね。優しいやん。さすがアトラクションの店員さんやん。そのサービス精神忘れてない心、素晴らしきかな、ということでね。じゃあやっていきましょうか。まあこれ普通になんか空飛んでるロケットという感じ、観覧車で。結構見ましたね。別に空とかも別になくて、ジェットコースターがあると思うので、何もなければね、このままレギュラーマッチの方に入っていきたいと思うので、皆さんね、楽しみに試合をまったりまったりまったり見てくださいということで、足マグロくんね、皆さん敬礼しましょう。足マグロ。はい、ということで、散歩で楽しんだスメーシーワールドで、パラシェルターソレター、じゃあ間違えたわ。思いっきり噛んでもうたな、言うことありますが、パラシェルターソレーラね、使っていきたいと思います。ちょうど暑そうやから、まあ、日傘代わりでええやん、いうことで、風船めっちゃ飛んでるやん。綺麗ライス、風船ナイスですね。あれはまさしくカールおじさんや、いうことで、こっち見てないな、こっち見てなかったです。へぇ、なるほど、なるほど、なんか今、すごい、なんか、なんや、なんか、何あれ、なんか、ニンニクみたいなキャラクターいっぱいおったね。
ということで、まあ、ニンニクナイスということでね、しっかり頑張っていきたいと思いますよ。傘はですね、まあまあ傘っていう感じも安定の強い武器なんでね、しっかり頑張って当てれるようには頑張っていきたいと思いますが、こういうことやん。シンプルナイスやん。自分ナイスやん。いい感じやね。ナイスナイスナイスということでいきましょう。僕いつもね、こうパンパンしながら撃ってたんですけどね、適度にね、あの、防御、この傘のね、あの、開く傘シールドをね、適度に使いながら戦っていったらね、よりね、使いやすくなったような気がするのでね、皆さんそれはおすすめやでいうことがありますが、これ来んじゃないか。ほいよ、キャロビン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 、ナイスキャロビンでしたね、今のは。もう今のはもう僕の完璧な負けですよ。誰が見ても僕の負け、ナイスということでね、ミニトマトをね、輸出しまして入ってらっしゃいということで、適応反応はないですね。悲しいですね。悲しかった事実、悲しかった事実、悲しかった事実、危ない危ない。シンプルに上にあれやな、隠れてたってわけ、潜んでたやな、この獲物は。獲物が潜んでたっていうわけなんですよ。皆さん決めついてくださいね。噛んでますけど、スメーシーワールドでは獲物が潜んでる可能性があるっていうこともね、覚えておいてくださいね。ボムラッシュ、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 奥にもボムラッシュ投げれんで、いうことで、そこ奥も行けますね、ということでね、投げて帰っていきましょう。パラシェルターよう塗れるから、シンプルに。もうほんまヌリヌリヌーリヌーのね、基本の武器みたいな、ヌリヌリヌーリヌー基本3箇条のうちにね、パラシェルターソレラ入ってますから、ほんま基本3箇条なんやねん、いうことありますけど、まあ、とりあえずナイスですね。はい、いい感じですね。まあ、いい感じに日傘使えてんちゃいますかみたいな。これで日焼け対策もバッチリですからね。ってこと、あ、傘の人がおる。傘の、傘じゃないよ。ローラーじゃんか、シンプルに。どこに傘おんねん。僕しかおらんやん、このフィールドで傘、ああいうことで。傘ナイスもしていきましょうね。あ、横から来てるぞ、気をつけろ。あ、来てる来てる、これいけんじゃないか。あ、やばい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 やつ、ちょっと待って、ボムラッシュ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 、いやー、ナイスだ。これがまあ、ボムラッシュマジックやつで噂のね、こう傘で開けて、あ、ナイス、オーケー、いい感じ、いい感じ、いい感じ、スーパー着地がありそう。や、傘を開いて逃げましょう。オーバイ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 キン、危なっ。シンプル危なかったですね。あ、ここか、こっから急にパンって出てくんねんな。なるほど、そういうコンビネーション技があったんが、これが噂のコンビネーションジャップかということで、あ、後ろにおるんじゃない？これケルビンの人と対マンできんじゃん。ケルビン、ケルビン、ケルビン、ケルビンの人、ステップあるかちょっと危ないかもしれません。あ、やばいやばいやばい、A 文字じゃん、A 文字。あ、インクライ、あ、インクライけど僕もインクライ、インクライ、なんやこのインクライ戦い方は。あー、ナイス。ありがとう、味方の人ということで。さあ、ラストボムラッシュできそうですね。これ倒したんですが、エイムがおじいちゃん、エイムが、エイムがおじいちゃん、あ、もうボムラッシュ使いましょう。エイムおじいちゃんで、これボムラッシュ使って倒そう、こうやって。あ、全然倒されんぞ、全然倒されん。逃げられた獲物に。残念もね、またチャップやな。自分が、僕が逃がした獲物、やっぱ僕が仕留めないと。それがやっぱチャップっていうもんやからな。あ、また逃がした。おぉカサのエイムおじいちゃんすぎやろ、いうことありましたが、まあ無事ね、おじいちゃんになりながら楽しめたんで、自分にナイスをしながらね、最後僕のミニトマトを投げて縫って終わりにしましょう。はい、ということで、パラシェルターソレイラでした。今回ね、使い方なんか事故りましたけど、これめちゃくちゃ強い武器ですからね。皆さんぜひ極めてみてはどうですかということだけね、押していきたいと思います。めちゃくちゃいい。濡れるし、うまいこと傘開いたり打ちながらしてたらめちゃくちゃキル取れますからね。これほんま強いんですよ。今ね、今回たまたまちょっと事故っただけ。エイムがおじいちゃんでなければね、間違いなく僕は輝けてた。一番ピカピカなトマトになれたと思うんで、めちゃくちゃね、強い武器は決して弱い武器ではないので、もうほんま何回も言わせてください。極めてみては面白いんではないでしょうか。はい、ということで今回はパラシェルターソレーラーを使ってスメッシーワールドの散歩を楽しんできたわけですが、とりあえずね、武器のパラシェルターソレーラーは、濡れてキルもできるという素晴らしい武器なんで、もうめちゃくちゃおすすめする。あとはもうスメッシーワールドみたいな日差しが強いステージではさ、すごい日傘の効果も発揮するから、色が黒くならなくてね、美白のままで UV カットもできるという素晴らしい傘ということで置いといてですね、適当言ってますけどね、スメッシュワールドめちゃくちゃ面白かったですね。ほんまに遊園地アトラクションの何ね、恥じないね、面白い設計となっておりました。お寿司屋さんがやっぱりあれやな、あのスプラトゥーンっていうはイカやからさ、海鮮系やからお寿司を押してきてるんでしょうね。バッテラストリートとかでもお寿司ありましたもんね。とりあえずお寿司いっぱい食べてお腹いっぱい膨れたらアトラクションで遊びまくって遊びまくって遊びまくって楽しく家帰って家でぐっすり寝ようというのがね、まあスメーシーワールドの良さなんですよ。スメーシーワールドはアトラクションが有名かもしれませんけど、名前の通りスメーシーやからね、お寿司も美味しいんですよ。もうそれだけ言わせてください。はい、ということで終わりにしましょう。はい皆さんもね、散歩しながらね、パラシェルターソレラ使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。パラシェルターソレター、ソレターちゃん、間違えたわ。しっかり頑張って当てれるようには頑張っていきたいと思いますが、こういうことやん。シンプルにナイスやん。自分にナイスやん。キャロビン、キャロビン、キャロビン、ナイスキャロビン。やばい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 やつ、ちょっと待って、ボムラッシュ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 、いやー、ナイスだ。いい感じ、いい感じ、スーパー着地がありそう。いや、傘を開いて逃げましょう。おー、バイ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 キン。危なー。やばいやばいやばい、A 文字じゃ、A 文字。あ、インクライ、あ、インクライけど僕もインクライ、インクライ。なんやこのインクライ戦い方は。あー、ナイス。それがやっぱチャップっていうもんやからな。あ、また逃がした。おー